朝鮮人民共和国は第二次世界大戦に日本が降伏する過程で朝鮮総督府から朝鮮の行政権を移譲されて1945年9月6日から短期間存在した臨時政府である国家の承認政府承認をした国や外交関係を樹立した国もなくまた実質的な統治機構を形成できなかったため大韓民国臨時政府と同様に 国際法上の国家とはみなされない。しかしながら、朝鮮人民共和国の地方組織である人民委員会は、ソ連軍が占領した北朝鮮地域で存続し続け、後の北朝鮮人民委員会、さらには朝鮮民主主義人民共和国の礎となっていった。経常府の YMCA で演説する立順、委員長の領運共太平洋戦争を戦っていた。 日本政府は1945年8月14日に政団でポツダム宣言の受諾を決定した。この流れを受け、朝鮮総督府政務総監の遠藤隆作は、日本統治終了以後の朝鮮半島が無政府状態に陥るのを恐れ、民衆保護のため朝鮮人による政府受立を人望のあった政治活動家、両運教に要請した。 玉音放送が流れた8月15日、両は直ちに朝鮮建国準備委員会を設置し、朝鮮総督府から行政権の事実上の異常を受けることになり、翌月の9月6日には建国宣言を行った。発表された閣僚名簿には、金日成と李正万が含まれていた。両運協は建国宣言と同時に、県順を中央人民委員会及び、 人民委員会として改編し、実態のある政府の構築を急いだ。だが、連合国軍として、朝鮮半島に上陸したアメリカ軍は、臨時政府を認知せず9月7日に、軍政の実施を宣言し、9月11日に、朝鮮総督府の統治機構をもとにした、アメリカ軍政庁を設置した。また、8月の対日産戦時点から朝鮮進駐を、 開始していたソ連軍も10月3日にソビエト民政庁の設置を宣言し、10月10日にユザム事件が正式に臨時政府の政府承認を否定したことが決定だとなり、臨時政府は瓦解した。その後、ソ連軍統治下の朝鮮ではソビエト民政庁が既存の人民委員会を統治に活用し、後に北朝鮮人民委員会、さらに 朝鮮民主主義人民共和国へと発展した。一方、米軍統治下の朝鮮では、両運協をはじめとする中央人民委員会のメンバーが一回の政党として朝鮮人民党を決闘し、1946年2月には他の左派と民主主義民族戦線を結成した。しかし、1947年に両運協が右翼に暗殺されると、 人民共和国の流れを組む、左派勢力は画界し、白、南雲をはじめとする関係者は、南朝鮮労働党とともに、朝鮮民主主義人民共和国へと合流した。モスクワ三国外相会議で決定された朝鮮での新宅統治実施に対する世論の賛否で、南朝鮮は二分され、さらに、アメリカとソ連の冷戦の影響から右派と左派の対立が激化することで、南朝鮮は、 混乱状態に陥った。混乱を落ち着かせるための左右合作運動も失敗し、南朝鮮で米軍の支援下での独立を目指す韓国民主党が優勢となったことで朝鮮は分断へと突き進むことになった。最終的に1948年に新米的な李正万を主犯とした大韓民国がアメリカの承認の下で南朝鮮に建国され、 朝鮮人民共和国が目指した統一朝鮮による独立は幻に終わった。この朝鮮人民共和国は実態を超えて統一朝鮮を願う者にとっては失われた理想を示す言葉として幻の共和国とも呼ばれ理想化して語られることがある。実際、この時期の朝鮮には路線の違いはあれ、長い日本による統治から解放され自由で、 民主的な社会を作ろうとする熱気に包まれていた。朝鮮の民族運動に対するアメリカ軍とソ連軍の無理解も朝鮮の分断の固定化と長期化につながったとされる。注釈主典。ありがとうございます。